食べ物の味を分析する優れもの味覚センサー活用セミナーが10月28日東京飯田橋レインボービルで開催され、小売業、メーカーの商品開発担当者など250名が参加しました。このセミナーは毎年東京、大阪の2カ所で開催されているもので、味覚センサーを導入している企業が商品開発・販売促進にいかに利用しているか実例を示しながら説明します。今回で11回目になります。今いろいろ思考が多様化していると、その多様化した商品を開発するのにやはり感動も必要なんですけども、その手助けとして味覚センサーをツールとして使う。それで出たデータをバイヤーさんとか消費者に優しく伝える、そういう機会です。この日はめんつゆの丸友、お酒の大関、UCC 上島コーヒーの担当者が商品開発・販売促進、他社との差別化にいかに活用できたかをレクチャーしました。 UCC イノベーションセンター半沢拓主任にお聞きしました。研究所の方に1台持ってまして、それをちらを活用させていただいております。消費者様にお伝えする時のデータを取得する際は分かりやすいデータが出るので非常に有効に感じてます。味覚センサーの分析をもとにしてコーヒーと食べ物の相性を測る UCC のフードマッチングシステムというものを開発させていただいて、それについての講演をさせていただきました。すごい分かりやすい説明ですごく楽しんで、食品用の香料の開発を担当しています。味覚センサーにはかなり興味を持っています。大手がですね、積極的にマーケティングに科学的な分析を利用しているっていうのを驚いて、差別化というよりも個性のある製品開発につながっていくんじゃないかなと。